鹿島鉄道、鹿島鉄道株式会社、鹿島鉄道は、日本の茨城県に本社をく賃大業を営む会社で、関東鉄道の子会社である。社名の通り、元々は鹿島鉄道線を運営する鉄道事業者であったが、同線は2007年4月1日に廃止された。廃線後もそのままの名称で、会社は存続している。本では、 鉄道事業者時代について詳述する。1979年、昭和54年4月1日に、関東鉄道から分離された赤字線の保護田線を継承して、営業を開始した。この時同時に、筑波鉄道、現、関鉄筑波商事に分離された筑波線も営業を開始したが、同線は、鹿島鉄道線より、先の1987年。 昭和62年に廃止されている。航空自衛隊百力地への航空ジェット燃料による貨物輸送の収入によって何とか経営が成り立っていたが2001年平成13年8月に燃料輸送が終了したため深刻な経営悪化に陥った2002年平成14年4月1日に貨物営業は廃止。これに対し親会社である 関東鉄道の経営支援、沿線自治体と茨城県による公的支援が5年間行われることとなり、廃線の危機は一旦回避された。2002年度からの5年間は、経営改善5か年計画に基づき、軌道強化、鉄道利用者向け駐車場整備、自転車を車内に持ち込める、サイクルトレインの運転、65歳以上を対象とする。 格安定期券の発売などの営業施策を実施した。2005年のつくばエクスプレスの開業により、関東鉄道が、上層線や自社高速バスの利用者が減少し、減収となったことを理由に、2007年度以降の経営支援を行わない方針とした。これを受け、親会社の支援なしでの鉄道経営は無理であるとして、鹿島鉄道は2006年、 平成18年3月30日に鹿島鉄道線の廃止届を国土交通省に提出した。2006年3月末時点での累積欠損額は約2億5500万円に上っていた。2006年平成18年夏2007年度以降も鉄道事業を継続する場合5年間で車両新増、設備更新を含めて 約11億円の支援が必要となると試算した。これに対し鹿島鉄道対策協議会は、中古車両の導入や寄付金の受け入れなどで、経費削減が可能とし、上限として約6億5000万円を提示した。また、工術するような存続運動が展開されたが、鉄道線は2007年、平成19年4月1日に廃止となった。なお廃線を理由に、 鉄道利用者が増加したことや関連グッズを販売したため2006年度の決算は約4100万円の黒字となった2001年平成13年12月貨物営業の廃止が決まり存続に危機感を持った沿線自治体が中心となって茨城県と沿線自治体石岡市、たま村、源王三玉市、小川町、源王三玉市、玉造町 原行方市、保田町、原保田市の市町村長と議会議長で組織する鹿島鉄道対策協議会が発足した。2002年平成14年9月、対策協議会は鹿島鉄道の経営改善後可燃計画を了承し、5年間で総額2億円の公的支援を正式決定した。また、民間でも以下のような支援団体が結成された。 公的支援の正式決定前の2002年、平成14年7月、小川高校の生徒の呼びかけで、沿線にある中学校や高等学校、全8校の生徒が、貸し鉄応援団を結成し、署名活動を展開した。同応援団は、公的支援が正式決定された後も、署名活動や募金活動、様々な存続運動を盛んに展開し、2003年、 平成15年10月、地方鉄道の活性化に貢献したとして、日本鉄道省の表彰選考委員会特別賞を受賞した。同応演団には、最終的に16校が参加した。鹿島鉄道線の存続運動が盛り上がったのは、同応演団の存在が大きかった。2005年、平成17年11月、地元の NPO 法人と沿線住民有志が、 貸子鉄ブルーバンドプロジェクトを立ち上げた。霞ヶ浦の青をイメージしたブルーバンドを一つ100円で石岡市内や鉾田市内、小美玉市内の霞三店舗や駅舎で販売した。売り上げは2006年平成18年8月の貸子鉄祭など鹿島鉄道を盛り上げるためのイベント運営資金などに役立てられた。2006年平成18年8月、 貸し鉄ブルーバンドプロジェクトなどの支援団体がまとまって、住民団体、鹿島鉄道再生存続ネットワークが発足した。しかし状況は好転せず、ついに2006年、平成18年3月30日に、鹿島鉄道が国土交通省に廃止日を2007年、平成19年4月1日とする廃止届を提出。これにより、鹿島鉄道対策協議会は、 2006年、平成18年11月中旬をめどに支援策をまとめた。また、第3セクターでの存続を模索しつつ、代替バスへの転換も検討する方針が対策協議会で確認され、そして協議会は2006年、平成18年11月19日に第3回の会合を開き、協議会及び沿線の市の単独での財政支援を 本年度限りで打ち切ることを決定。これにより、11月27日から12月11日の間に、輸送人員や公的支援額などを公表した上で、新事業者を公募し、応募がない場合は、代替バスを運行することとし、準備が進められた。公募には、市民団体の鹿島鉄道再生存続ネットワークが、新しく株式会社霞ヶ浦市民鉄道、 仮称を設立した上、運行を岡山電気軌道に委託する形で、また旅行代理店のトラベルプランニングオフィスが鉄道事業に新規参入する形で応募した。この2事業者は12月17日に鹿島鉄道対策協議会へのプレゼンテーションを行った。しかし12月24日、協議会は審査の結果、 鉄道事業の免許を持っていない2007年度から5年間予定している支援額6億5000万円を超える負担が必要になる鹿島鉄道から施設の無償状とを受けるのが難しいなどの理由で2事業者の案は不採用とし導線の廃止を決定した廃止後は関鉄グリーンバスへ代替バスの運行が行われている上公募から廃線に至る経緯の出は 以下の通り、非電化路線のため、旅客列車は、機動車によって運行されていた。保有車両はすべて単行運転できる、両運転台車で、うち自社発注車の KR-500 型を除いた。3形式は、日本で営業運転に使用される機動車としては、最古級の貴重な車両である。これらはいずれも、ひしく形台車と呼ばれる。 帯びをリベットやボルトで組み立てた簡易な台車を装備していた。路線廃止時に売却が決まっていた車両は、重機の侵入が困難な石岡駅から日立ち、商船駅に改装後、搬出された。廃線後に保存されている車両は全部で6両ある。ほこた駅保存会が購入した、キハ601と KR500 が後に、ほこた市に寄付されて、ホットパークほこたで、 胴体保存されている。鹿島鉄道保存会が購入した、キハ714キハ 431KR501 が、おみた市の鹿島鉄道記念館で、生体保存されている、期日指定公開であり、普段は非公開。また、キハ432は、おみた市の小川南病院は、ルルの里の利用者用施設として保存されている。 鹿島鉄道線の主力車両。1989年と1992年に、新潟鉄工所に自社発注した16メートル級の警戒機動車で、501.50に503.505 50の4両が在籍していた。なお、504は意味番号とされ、当初より欠番である。正面は、非貫通型で新生児より冷房府であった。本形式のみ座席は、 ボックスシートであった。2003年より塗装がクリーム地にアイボリーとパープルの二色ラインから以下のように変更されていた。2004年に KR-505 は新選組号として運転された。KR-502 と503は廃止のちほどなく旧石岡機関区構内にて解体処分されている。714号1両が在籍。 1953年新潟鉄工所製の元夕張鉄道機ハ251型で北海道発の液体式機動車であった。20メートル級に扉車で前面は当時最先端の湘南系。1976年夕張鉄道の廃止により転入。入線時点では転換クロスシート車であったが1977年にロングシート化。 さらに1994年には冷房化されている。しかし、扉が半自動であるため、停車時に置いて乗客が降りるためには、手動で開ければならず、かつ制御ができないためワンマン化はされなかった。末期の炭鉱運転は、毎月第2土曜日に1往復のみとなっていた。車体側面中央下部には、かつての関東鉄道上層線の起動車と同様、週刊誌の広告があった。 431、432の2両。共に1957年東急車両製造制の元開越の鉄道開越1000波120系。東武鉄道熊谷1000波2000系。1954年東急製とほぼ同型車で湘南型前面の16メートル級に扉の小型機動車。ただし、車内は東武熊谷線の車両とは異なり、 オールロングシートで側窓周りにも違いがある。木花714型に比べ、幕板が広い。小型車体のため冷房装置を搭載する余裕がなく、下季は運用外れる。1972年の下越線廃止に伴い、翌年転入。その際、全焼灯のシールドビーム化が行われ、鹿島鉄道分離後には前面にあった、大砲穴が埋められる程度のほぼ原型に近い姿を、 保っていた。2002年に、車体更新が行われ、前面窓の縮小や、側面雨どいの位置変更がなされた。キハ432は、前面の塗装を V 字の曲線上にする通称、金太郎塗りに変更し、2003年にはキハ431がクリーム地に、緑の金太郎塗りに塗装が変更された。19メートル級の3、扉車で、当線では、 最大の旅客収容力を持っていた。出自は国鉄から譲り受けした、元木晴れ7型で、1965年から1966年に、関東鉄道に譲り受けされた。1936年川崎車両製の601、と1937年鉄道省、大宮工場製の602の2両が在籍していた。優先型であった。 全面形状を1972年に関東鉄道系の平妻形に改造するなど、内外の大改装をたびたび繰り返し、1994年には冷房装置も搭載された。車体側面の形態と台車に往年のリテールを残す。601は2006年時点で、車齢約70年に達しており、 一般旅客営業に運用される車両としては日本最古かつ戦前性唯一の現役機動車であった。廃止後601は、ホコタ駅跡を鉄道公園にすることを目指した市民グループが駅構内に保管していたが、2007年にホコタ市議会で公園整備の陳情が却下された後、有志個人が鹿島鉄道から買い取り、ホコタ駅の保存用地も 同個人らが借り受けて保管していた。2009年に、鉾田市が保存用地を提供することとなり、601も鉾田市に寄付され所有権が移転、移送の上で保存されるに至った。6 0 2は一部の個人が保存を目指していたが条件が整わず2007年5月28日に、石岡駅構内で解体された。上渡及び、海湾履歴を一家に示す。 1968年に本車両製。関東鉄道が発注した国鉄 DD13 型ディーゼル機関車の同型車。関東鉄道が4路線で構成されていた1965年6月1日から1979年3月31日における事実上でも名義上でも唯一の新造車である DD13 型類型機であるが、 台車が軸羽レシキの NL8 バイトという独自のものを履き、運転台下の燃料タンク、空気ダめなどに相違点が見られる。特色は濃い茶色に白帯であったが、2005年11月に朱色に変更され、同年の鉄道の日イベントでは目玉車両となった。側面の車掌は関東鉄道時代のままであった。2007年、廃線を待たずに、 日本室蘭製作所に売却された。一部の車両などは有志らの手により保存されている。鹿島鉄道記念館は日常的に公開されている施設ではなく、日を決めてたまに公開される施設である。公的なものではなく、存続運動に携わった個人が所有し保存している施設であるため、所在地も公式には非公開とし、事前集合の形をとっている。 2009年4月に初回、9月に2回目、2011年9月23日に3回目の一般公開が開催された。廃止後しばらくの間、k r 5 0 5は校内短距離を運転していたが、線路の痛みと地権者の移行による着用地の縮小のため、その後はほとんど運転が行われなくなった。着用地の変換を求められたことから、 ほこた駅保存会は、ほこた駅跡での保存及び、交通公園化という方針を転換して、以前より、ほこた駅の交通公園化を陳情していた、ほこた市議会に対して、この2両の日差し的保存を求めるに至った。これは2009年7月21日のほこた市議会で、当該予算が可決され、沿線にある、ほこた市の温泉施設、ホットパークほこたに、搬入の上で、 胴体保存を継続することとなった。二両は2009年11月1日に所有権が、鉾田市に移転、2009年12月24日に移送が行われた。なお、移転後も鉾田駅保存会は、この二両の整備、修復作業を引き続き行っていく予定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。